こんにちは。手で芸をするコミーです。今日は隣の席という設定です。はい。モグラグラブ洗いました。で、やり直しました。穴開いてませんね。ちょっと映ってるかな。これね、やり直しましたよ。自分でもびっくりしましたけど。で、これ今洗って初めてつけます。このね、縦と横どっちがいいのかなというのを確認、確かめるためにちょっとしばらく使ってみます。はい。で、これ今日はね、この長編みオンリーのやついきます。一玉ね、終わったんですよ。こう二玉目8段終わったところです。はい。本来はね、この動画がアップされる前日に、オフ会、リアルオフ会の詳細を発表しています。で、申し込みも、始まっていますが、この撮影はその詳細をアップする動画の公開前に撮影をしています。まあ、なぜなら日曜日だから静かだからです。ね、その動画をアップした後に、まあそのね、もしかしてコメントいただいたりして、その辺の話ができるといいのかもしれないんですけど、ちょっとやっぱりね、また工事が始まってしまうとあれなのでね、静かなうちに一本撮っとこうみたいな感じで今撮り始めました。なので昨日の動画のこう反応とかがわからない状態でです。なので、まあその話は今日しないんですけど、はい、そういうお断りをした上でね、今日は行きたいと思います。あのね、モグラグラブこう編み終わって、で洗濯をねしていたんですよね。だから昼間はつけられなかったんですよ。で、まあ家の中がとにかく寒いということでね、インスタでね、その手首だけの、リストウォーマーをしているだけで暖かかったというのを見て、
ああそうなんだろうなと思って、あの前に試しに編んでみた足首ウォーマー、あの糸が違うと違うのかなということで、こう素材を変えて編んでみた足首ウォーマーをね、ちょっと大きさがあの足と手じゃ違うからフィットしないんだけど、手首にそれをつけといたんですね。あの、まあ、洗濯物干すとかそのちょっと家事しながら、そしたらあったかいんですよあの手まで覆ってなくて、本当にあの手首のところだけなんだけど、あったかくって、ああこんなに違うんだっていうのをすごい実感したんですね。そう、それならフィットしたやつだったらすごいあったかいんじゃないのと思って、まだね編み始めちゃったんですよソックヤーンでちょっと余っているのがあって、それでもう同じですね、モグラグラブと同じだけど、もうこの目数同じにして、こうちょっと筒で編んで、このくらいで終わりにするのをちょっと作ってみようかなと思って、もしかしたら気分が乗っちゃったらまたこういう大きさにしちゃうのかもしれないけど、なんかそうすぐできてすごい楽しかったし、あったかかったからこう使えるものなんですよねこれね。だからそう、それが嬉しくなってっていうところはあるんですけど、でさすがにねずっとこの細い糸の棒針みたいなのやってたら、やっぱかぎ編みがやりたくなって、でこれにしたってわけです。やっぱりそのかぎと棒と順番こにやるといいのかもしれない。飽き性にはすごくね気持ちがこうリセットできるというか、マンネリ化してない感じがすごくごまかせるというかね、いい気がします。だからこっちはこっちであんまり長くやらないで、まあ適度にやって、でまたまあそう、靴下もね編んでるけど、その棒とカギットっていう順番ここにやるのはすごいいいなって感じがしてます。はい。で今日ね、買うつもりは全然なかったけど、ちょっとやっぱり時間があって、時間つぶしにね、どこで時間つぶそうと思って、雨も降ってたし、まあ、それならちょっと湯沢屋さん覗いてみようみたいな感じで覗いたんですよ。で、なんかね、そんなつもりがなくても、買ってしまうっていう危険はもちろんあるんですよね。だけどまあそうなったらそれでもいいかなと思いながらちょっと入ってみたんですけど、あ、今日は平気でした買うこの大物対策の毛糸を買うときに結構がっつり、毛糸の、棚を見ているんですよ。だから欲しそうなもの、まあこの間で言うとこの対策以外の緑の毛糸ね、あれがもうまさしくそのセールだから買っちゃったみたいな衝動買いなやつなんですけど、まあそれで買っちゃって、あとはねそんなにすごく欲しいなというのは
なかったんですよね。もうこの対策のを買っただけでお腹いっぱいというか、それだけでエネルギー使っちゃったみたいなところはあるので、そうだから、あ、平気だったと思って、なんかだけどね、インスタでね、こういう糸を買いましたみたいな投稿とか見ると、やっぱ店舗によって湯沢屋さんも置いてるものが違うんですよね。となると、いつもの湯沢屋さんじゃない湯沢屋さんにちょっと行ってみたいと思っていたりとかするんですよね。そうするとね、これ欲しいみたいなのが出てくるんじゃないかなと思ったりとかねしていますが、わかんないです、行くかどうかはね。ただそうだなと思ったという話です。最寄り駅は、最寄り駅の湯沢屋さんは、小さめですね。大きな店舗ではないから、そうね、ケイトのスペースすごい狭いわけじゃないけど、そのお店の中ではスペース取ってるのかもしれないけど、そんなにすごい種類があるわけではないんですよね。で、そう、最寄り駅のダイソーもこう小さい店舗なんです。だからね、ケイトもすごく少ないですよ。だからそこではメランジまだ見てないですね、こう再入荷になった後ね。で、そうだな、最寄り駅の中なら、キャンドゥかセリアって感じですね。ケイトが割と豊富なところがね。で、そう、セリアまあまあなんだけど、ケイトの並べ方なのかな、なんかそそらないんですよね、なぜか。あ、置いてるものはセリアのものだから同じなんだけど、なんかそそらないんですよ、よくわかんないけどね。で、車で行く家から一番近いところにあるのはセリアなんだけど、そこのセリアはね、すごいそそるんです。最寄り駅のセリアよりはちょっと大きめのセリアなんだけど、並べ方なのかな、そういうのもきっと関係あるのかもしれませんね。どう並べるかっていうのってね。だからね、最寄り駅で一番こう毛糸を買ってしまいがちなのはキャンドゥなんですよ。で、キャンドゥ自体があまりないから余計にこう、目新しい的な感じがあってそそられるのも多分あるんですよね。だからいつもチェックはするけど、あまり見かけないからつい手が伸びそうになるけど、いやみたいなね何すんのそれみたいな感じでやめたりとかはありますね。そう、今日だからそんな、なんとなく百均とか手芸屋とかこう巡ってきたんだけど、買わないで帰ってきたよという報告でしたはい。で、そろそろ飲み物のコーナー行こうかな。はい、では今日の蓋付きマグカップここにあるんですね。そんな熱くなかったか。ちょっと今日どんな味なんだろうと思って、これだと映りますね。キャラメルコーヒーって書いてありました。キャラメルフレーバー、
粉のスティックになってるやつで、スタバのやつ、キャラメルフレーバーのコーヒーに、豆乳を少し入れました。美味しいかも。キャラメルの味そんな大雑把な、うん、香ばしい。もっとすごい甘ったるいのかと思ったけど、全然そんなことなかった。美味しい。なんか頭痛がね、夏はちょいちょいあるんです。暑いの苦手っていうのもあるんだけど、だからなんか冬は大丈夫だろうみたいに思ってると、そんなことなくて、なんでってちょっと自分でも腹立たしくなっていったりとかしたんですよ。もう頭痛になると私本当に動けなくなっちゃうので、偏頭痛ね。で、寒いのも多分あるなと思ったんですね。家の中がね、寒い寒いって言っているんですけど、寒いのも多分あるなと思って、昨日初めてストーブをつけっぱなしで寝てみました。ストーブっていうのはね、カーボンヒーターっていうやつ、電気ストーブ的な感じかな。まあ、ちょっと布団から離して足元の方にっていうのかな、つけて寝てみたんだけど、もちろん朝起きた時やっぱ寒いんですね。だけど何て言うんだろうな、そう、ここのところ朝本当に寒すぎて、なんか目覚めた瞬間に頭が、あ、今日やばいかもっていう感じがすごく多かったんですよ。で、なんでかなーとか思ってたんだけど、なんかね、立ち読みしてかな、ネットでだったか、あ、まあどこで読んだか忘れちゃったけど、やっぱりその寝室の温度を何度って書いてあったかな、まあ冬ね、こう何度に保ってって、まあそんなちゃんと保ってないけど、だからその寝てる時間の温度、室温って大事なんだなと思って、布団とかいくらかけても顔とかはどうしても出ちゃいますよね。今ミータングさんのポンチョ編んだやつをつけて寝てるんですよ。で、顔半分ぐらいはそこにこう隠して寝ているんだけど、もう頭とか出ちゃうし、なんかすごい冷えてるですよね。朝起きた、朝気がついた時にはもうガンガン冷えてる感じで、だからそう、ストーブつけて寝てみようと思ってやってみたら朝楽だったんです。いや、寒いけど、まあだからストーブもすごく弱めにしてね、部屋が暑くなるってほどじゃなくて、全然布団かけないと眠れないぐらいな温度なんだけど、なんかそうしたことでちょっと違ったんですよね。そう、だから夏だけじゃないんだと思って、昼間はね、動いてたりとか、あったかくしたりとかできてるんだけど、夜寝る時まではね、あったまってるけど、夜中冷え冷えになっちゃってるんですよね。そう、だから、あ、そんなのも関係あったのかなと思って、そのここ最近なんか頭がすっきりしないなっていう感じだったんですけど、そう、恐るべし寒い家と思って、まあだからね、前にも言いましたけど、その帽子、毛糸の帽子かぶって寝たりとかしたことあるんですけど、まあそれ正解だったのかもなと思って、
でもね、帽子だけではダメなんですよね。顔が出てしまうので。だからね、覆面っていうのも言ったんだけど、本当覆面なのかもしれないけど、なんかちょっとそれ現実的じゃないですよね。なんかもうね、そんなことないけど、もし火事とか、まあ火事ならあれか、なんか災害が起きてこう発見されるときに覆面つけたまま発見されるのちょっと嫌じゃないですか。なんなんだこいつはみたいな。まあね、あの助けてくれた人が楽しめるかもしれないけど、ふざけたやつだなみたいな、そんなことになるのもなんかちょっとやだなと。そんな想定はおかしいけど、まあだからちょっとストーブをねつけて寝てみようかなとか思ったりしています。まだまだまだ12月とか言っちゃいけないけどね、もうちょい寒くなりますもんね。なんか体が慣れてきたんだか慣れてきてないんだか。今日もね、もう出かけるときにすごい重装備で出かけました。腹巻き帽子は帽子にして頭にかぶって、首は前に編んだ玉編みのスヌードというかネックウォーマーというか、それつけて、まあそう、ウルトラマンカラーのリストウォーマーじゃなくて、去年とかに編んだベルンドケストラさんのいいねミトンがあるんだけど、それをして、でもとにかく着込んで出かけたんですけど、まあまあね、買い物スーパーの中だとあれなんですよね、車で買い物に来られてる方は多分そんな厚着してないんですよ。だからなんかすごく違う国に住んでるんじゃないかぐらいの服装の差がある感じがしたりして、私どっから来たんだろうみたいな感じもありましたが、まあね、店内に入るとちょっと着すぎてるなっていう感じもあるけど、外はもう全然それで OK なくらい寒い。まあね、ちょっとその自分で熱を発する力が弱いのかもしれないけど、もっと全然ね薄着で外にいる方もいたけど、でもそうやってちょっとね見え張って薄着で行くと絶対寒いから、それやめました、見え張るの。もう自分のねこう体感に合わせないとこれはダメだと思って。映ってますよね、猫寝息までは聞こえないかな。こないだヒカキンさんの動画で丸尾のいびきとかいうのをやってたんだけど、そう、猫もいびきかくんですよ。はい、入ってないですかね、工事の音みたいに大きくないから。聞こえてたら面白いけど、ちょっと撮ってみようか。
りましたか？ちょっとカメラをね、あ、違う、マイクを猫の方に持って行ってみましたが、どうかな。はい。ここにいるのはね、うちの唯一の女子猫。聞こえたな。男子たちは他のあったかい場所で丸まって寝ていました。だから動かないはずで、その男子猫たちがいない時にはこの女子猫が私のそばにいることが多いですね。2番目の猫、まあ最近は一番年上の猫もそうなんだけど、すごい私にくっついていることが多くて、そうするとね、この女子猫はちょっと離れたところで見ている感じなんですよ。うん、だから他の猫がいない時にこうやってくる感じですね。だから昼間はね、割とこの人が近くにいたりすることが多いんですけど、撮影の時にはね、多分なんか空気を読んでるみたいで、ちょっと離れたとこにいたりっていうことが多かったりしますね。うちの中で一番頭がいい感じ、賢い感じがするのがこの女子猫です。はい、聞いてると思います。このね、長編み22段なんですよ。次のね、その変化のあるところまで、とにかくこの長編みだけを増減なしでこうガンガン編んでいくっていうのが22段ね。なんか最初の1段2段の時にはってえらいことを始めちゃったなと思ったんだけど、ちょっとこの辺まで来るとね、なんかなんとなく進んでんなみたいな気になってきて、そんなにね、なんか大変なことっていう感じがしなくなってきました。まあね、棒編みとその交互にやっている効果も多分あるとは思うけど、いいぞって感じ。今9段目終わったところ、今10段目編んでるところだから、もうちょっとで半分なんですよ。だとしたらまあまあペースとしては悪くないペースかなという感じがねありますよね。そう、まあでもまあいいか、調子に乗っちゃうなら調子に乗っちゃっていいけど、ほんとこの冬着れるなら着たい。まあただこれベストなんでね、本当にその真冬着るとしたらちょっと見え張ってな感じかな。まあでもタートルの上とかに着るなら着れるか。まあでもこの今シーズン着れたら超ラッキーな感じなんだけど、もしかしていけるかもしれないみたいな期待しちゃう感じですね。このペース、この簡単じゃなくなったところがどうだかによるんだけどね。まだよく理解してないから、そこを
ちゃんと編めるのか、正しく編めるのかみたいな。そうだから、もしこれがわからなそうだったら、まあそれまでには結構進めているはずだからあれだけど、どうしてもの場合にはオフ会の時にね、本とか持ってって教えてもらおうかなとか思ったりしています。もしもの時には、まあそれまでに自分でなんとかね、進められたらいいなとは思うんですけど。そうね、その時までにできてるってことはちょっと何とも言えないな。もしできていたら着ていきたいと思うけど、いやーそれは宣言するとプレッシャーすぎるから言わないそうですね、もうもちろんいろいろたくさん編んでる方は、まあ、いつものようにね、ご自身で編んだものを着て来られる方も多分いるんでしょうけど、ぜひね、そういうものを身につけて来ていただくとすごく盛り上がりますよね。そしてもちろんちゃんと自分でこれ編みましたって言ってもらえたりすると盛り上がるなと思いますよ。ぜひぜひ。靴下とかもね、靴脱いで見せてもらったりすると、まあなんならテーブルの上に乗せてもらってもいいけど、まあそんな人は多分いませんね。はい。はい。という形で、今日は静かです。なんか、静かにこうやって長編みを黙々とやっているっていうのは、まあ、それはこれでなんかこうムーって感じでいいですね。喋ってるけどなんかこういう時間ってすごい大事、こうね、自分がリセットしていく感じで。はい。まあ動画撮影してるとなかなかそうはいかないけどなんか喋ってるからね。という感じで、こんな感じです。全然まだだけど、こういう風になるってことですね。ここが前でこう開く感じ、こういうね、全然まだですけど、まあそのちょっと目がずれてるのは後でね、スチームとかでなんとかするので、こんな感じです。今日はこの辺でおしまいにしようと思います。ベストの長編みを編みました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画いいと思う方はグッドボタンお願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。